婦女会はかつて存在した日本の雑誌である。1910年3月、同文館が創刊、1913年1月からは婦女会社が編集発行した。1948年1月に復刊、1952年にも再復刊している。1917年創刊の主婦の共に専攻する婦人雑誌であったが、 戦前の四プ婦人雑誌には挙げられなかった。婦女会境遇物語号。婦女会、復刊二周年記念新年特大号。1910年3月1日、東京市神楽区の同文館が創刊する。婦女書士に対して、最も健全かつ、多趣味なる読み物を提供せんとの意図で創刊された、両妻健母主義の婦人雑誌とされ、創刊号の定価は15銭。 発行部数は5万部。これは先行する。婦人世界の40万部には足りなかった。版元の同文館は、教育書籍で知られる企業であり、内容は、文芸色に富んでいた。この時期の寄稿者は、坪内商用、上田和敏ら、婦人の友の葉にしかず、葉に元子夫妻も、同志の編集に協力している。1912年、 婦人の友者出身の戸が龍が同文館から同志の発行権を譲り受け、婦女会社を設立。1913年1月発行文からは同社からの編集発行に変更する。戸がは連載小説に力を入れ、小栗風洋、幼いる、菊池博谷崎淳一郎らの小説を掲載した。1916年1月に婦人公論。 1917年2月に、婦女会社出身の石川武美による、主婦の友、1920年10月に、婦人クラブが追って創刊され、これらに1905年創刊の、婦人外法を加えて、戦前の四ープ人雑誌と呼ばれるようになり、これに、婦女会が挙げられていないのは、これら後続に押されて、制裁を書いていったことが原因であった。 他にも、軍事二郎政、処女系統が連載された。第二次世界大戦中の1943年3月、3月号をもって、休館を余儀なくされる。同大戦終結後の1948年1月、婦女会社は、創刊から戦時中までの半年に一貫の関数を1年に一貫に、数え直し、同月発行の1月号を、 第36巻第1号として、復刊と銘打って、改めて編集発行を再開する。1950年7月26日に行われた、第8回国会用倉委員会での宮越、木助議員の指摘によれば、当時の財団法人交通公社は、前年に、扶助会社に対して4000万円に上る融資を、していたとのことであり、この頃には、同社は、 扶助会新社と解消、第38巻を数える同年には、再度休刊している。この頃は、映画化された、恋と信愛の三画等が連載された。1952年、主婦の友者及び扶助会社出身の西村邦子による、扶助会出版社が、復刊第1巻第1号として、それまでを通感せずに編集発行を再開する。 同年11月に発行した11月号をもって休館している単発掲載も含むありがとうございます。